チョリンさん、あなたの中堅らしいです。というわけで今日はですね、久しぶりに、サメの上がりをやっていきたいと思います。コメントでね、なんか結構増えてんのが、最近らしいさん1位になってないですかっていうねコメントが増えてます。まあそれはさ、新しいキャラクターを解放してまだレベル上がってないから弱いんだけどさ、そんなことないよ、ね、結構1位になってるよ。というわけでね、今日はね、そのね、ラッシーさんのね強さをねお見せするためにですね、エンドレスモードっていうのをね、新しいのなかなか解放されないんですよ頑張ってやってんだけどさ、素材がたまんなくてさ、ここまでは結構サクサク来たんだけど、こっから先全然たまんないんだよね。というわけでね、今日はですね、エンドレスモードっていうね、一回死んだら終わりなの、このゲーム。一回もう死なないで、ずっと食べ続けるっていうね、そういうゲームになってますけれども、これでですね、なんかほら、よくあるやつ、50キルするまで帰れません。1位なれるよ、50キルしたら。ね、というわけでですね、それをね、今日はやっていこうと思っております。楽勝だよ、言っとくけど、ラッシーさん、このにフグ使えば、ほら、もう1位だもん。まだ誰も倒してないだけなんだけどさね、これでさ、もうサクサクどん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 倒しちゃえばいいんだから、はい2キル、はい1位、ほら、あ、今度ね、そうアップデートされて1位2位3位はね、金銀銅のね王冠をね被れるようになったんですよね。というわけでこれでね、サクサク、ほら来た、あ、なんで今逃げちゃった俺今絶対食べるチャンスだったのに、なんで逃げちゃったかな。これね、これもうサクサクもう食べてっから、パクパク食べてっからね、このまま1位街道をね、まっしぐらで、ラッシーさんめっちゃうまいっていうところをね、お見せして、やばい、ごめん、あー、今なんででかくなれなかったんだよ。いやー、死んだ。いや、ちょっと待って、これは練習だよ、練習。いや、今のは練習です、練習。本当に悪い例です。ちょっと、鳴らし言い訳がひどいよね大丈夫、慣れる。もう全然、もう今回は1位になるから。ほんと大丈夫。楽勝。もうね、全然楽勝なんだから、こう、フグがね、ほんと強すぎんだって。でもさ、結構フグ使ってる人多くない？このエンドレスでも。あ、そうでもないな。言っときながら。あんまいなかったな。ちょっと待ってよ。一匹も食べれないんだけど、よし、やっと名を釣られたぞ。よし、このままサクサクいきましょう。サクサクいくぜ。これ結構ね、いろんな方ね、ラッシーさん見かけましたよってね、言ってくださる方ね。お、こっちもでかくなるんだよよし、1位になったよ、ほら。1位になったよ。このまま1位街道まっしぐらですよ。ねえ。そう、言ってくれる方ね、いるんだけどね。みんなね、一緒にやろうよ、これ。楽しいから。アップデートされるまでさ、アップデートされたんだよ、最近。アップデートされるまでさ、アップデート、できるの知らなくてさ、なかなか繋がんねえな、これ。ずっと。できねえな、最近。なんかサーバーエラーでも起きてんのかなとか思ってたんだけど、ただアップデートしてなかっただけでしたね。ラッシーさんとしたことが。おーしょい、やばない。ほら、もう変身したもん。ほら1位、トップ1位来たぞ。ほら、このままガンガン行こうぜ。というわけでね、毎日恒例世間話でもしていきましょうか。こっから先長いからね。おい、このデカ技がやっぱ強いんだよ、フグは。本当にもうこのデカ技があるからね、もう全然余裕で1位になれちゃうんだよね。相手がデカくても食べれんだもん。だってすごいよ、これ。こいつはね、もうスプリット使わなくても全然いける。端っこにね、なんつうの、おびき寄せてっていうか、誘導して、こうやってでっかくなったら絶対食べれるから。オッケー。最後だ。これでかいやつを食べるのが、ね、気持ち。ちょっと待って、1位のやつ何あれ。9って何、いつの間にラッシーさん1位じゃなかった。くだらない話をしている間にすごい水をあけられている。やばいぞ、これはやばいぞ。1位街道まっしぐらのはずだったのに。ちょっと待って、すぐ追いつかないとやばいぞ。おし、だいぶ追いついたぞ。あと2匹。あいつが食う前にラッシーさんがガンガン、おっし、ほら、どうだ、8位来ただろ。これで追いついたろ。あ、やばい、向こう増えてる。やばいぞ。おし、さあ、追いつけ。あと1匹。やばいぞ。ガンガン行かないと。これね、1位の座を明け渡したらやばいんですよ、このエンドレスモードは。常に1位でね、居続けることが大事なんですよ。そうしないと脅威がいない。やっぱ、おし、来た。ほら、追いついた。よっしゃ、危ねえ。あれぐらいの差ある。全然楽勝でね、ラッシーさんクラスになるとね、もう楽勝でこうやって追い詰めますからね。よし、危ねえ。これでちょっと差をつけたいんだよな、向こうに何匹かね、3匹ぐらい差をつけられると、もう追いつこせ。こいつさえ食っちゃえば、やるな、さすが1位。おし、ほら追い越した。これで大丈夫だよ。
これで大丈夫だ、俺トップ1。これで大丈夫。よし、どんどんこっからね、竿をね、広げていきますよ。竿を広げていくから。おい、はいはい、どんどん。あれ、ちょっと待って。おい、おい、来た、ほら。ほら、もう大丈夫。もう安泰。もう だいぶ安泰だよ。2、3匹差があればね、なかなか追いつけないから。おっしゃい、これで大丈夫だ。おい、うまくないらしいさ。というわけで、そろそろ慣れてきたでしょ、みんなね。うん、見るなってきたよね。というわけでね、恒例の世間話、やっていきましょうか。やっぱね、ラッシーさんがね、一番気になっているニュースがね、ありまして。ああ、ビビビビってなっちゃった。あのね、これすごいよ。これすごい。今までのね、もう、なんとか、常識がすべて覆るような事件が起きてますね。何が起こってるかというとですね、シャチです。あのシャチ、可愛らしいシャチね。ショーするやつ。シャチがですね、なんとね、サメを食べ始めているらしいですよ。すごくない？なんなのそれ。え？サメ最強じゃねえのかよってね、思う人もね、いると思いますが、生態系の上でではですね、シャチの方がトップなんですよね。で、シャチは賢いからね、人間は全然、襲ったことないんじゃない？多分。人間がシャチに襲う。水族館でさ、調教中にさ、調教師の人が噛まれるとか、そういうのあるけど、多分ね、海でね、人間が襲われたっていう事例はないんじゃないですかね。うん、それぐらいね、やっぱね、こいつは海の生き物じゃないなっていうの分かってんじゃねえかな。ね、そんなね、シャチさんなんですけど、そのシャチさんがですね、なんとホオジロザメ、5メートルのホオジロザメをね、襲っているということらしいんですよね。もうホオジロザメ多分ちょっと、幅利かせすぎたんでしょうね。他の魚食べまくって。ね、もう俺が海の王者だみたいなね、うん、感じで、生きがってたらね、いきなりシャチにね、やられたっぽいですね。うん。ちょっとね、このニュース、読んでみると、なんとですね、ズタズタの状態になった、状態のホオジロザメが2頭、2頭だよ。南アフリカのガンスバーイという町の浜辺に打ち上げられているのが見つかりました。どうやらその死体はですね、シャチのお昼ご飯の残りという感じだったそうです。でね、これ写真に載ってんだけど、ズタズタにとか言いながら、ほとんど全身綺麗なままね、打ち上げられているんですよ。でこれ5メートルもあります、このサメ、ホオジロザメ。なんと5メートルのホオジロザメをお食事にお昼ご飯にしちゃうシャチって何なの？シャチ強すぎない？なんだよそれ、めっちゃ怖いぞそれ。ねえ、ちなみにですね、さっきラッシーさん全然傷、ズタズタって記事には書いたんだけど、全然傷がないっていう風にね、言いましたけど、なんとこのホオジロザメ、肝臓だけが綺麗に食べられていたそうです。フォアグラですよ、フォアグラ。つまり最近のシャチたちは、ちょっとグルメになっちゃってきてんのかな？魚とかもういいやみたいな時代はフォアグラでしょみたいな。今空前のね、シャチ界では空前のオラ、おしおしおしちょっとゲームの方もね、ゲームの方もいける。シャチ界では空前のフォアグラブームが言ってるらしいですよ。グルメになってきてますね。え、なんとね、肝臓だけをきれいにくり抜いてね、食べられた状態のホオジロザメのね、死体が、打ち上げられて、またその翌日にもですね、同じように肝臓だけがない一頭が打ち上げられたということなんですよ。これがね、シャチのせいなんじゃないかって言われてるんだけど、すごくねえか、シャチ。どんだけ、しかも綺麗に肝臓だけ食うってすごくない？人体じゃないか、魚体魚体の構造も正確に把握しているということですよ、これは。恐るべきシャチへの知能。いや、ちょっと待って、これなんかどっかで聞いたことあるぞ。この内臓だけ取ってくパティーンのやつ。これあれじゃねえの？キャトルミューティレーションってやつじゃねえの？ねえ、絶対そうでしょ、これ。あ、キャトルミューティレーション知ってる？あの牛とかがさ、アメリカとか、なんかそういう牧場がいっぱいあるところで、牧場の牛のね、内臓だけが取り除かれて、死んでいるっていうやつ。血を抜かれてんのかなと。みたいなやつ。これね、宇宙人が、あーなんか、すげーの食らった。分裂したんだけど。どうどう、ほらもう33位になってる。ほら33キルしてるよ、ほらもう絶対的な、もうすぐこれだもんね、調子乗るとすぐこれだもんね。え、まあでもこの絶対的なね、絶対的な優位性はもう揺るがないから、いくらこうくっちゃべってても、くっちゃべりながらやってても全然大丈夫ですよ。もうこれは50キルまでね、 あと少しですからね。え、なんだっけ、キャトルミューティレーションの話。そうだから宇宙人が、人体実験というか、その地球上の生物の調査のために、牛の
なんていうの、内臓だけを持ってったんで、おお、またやられた、うまいなあいつ、つきしょう。これでもあれだね、いくらこう王者になってもあれやられたらパクって食われるね。あの間になんか連携されて誰かに食われたら危なかった。おっしゃい、ダブルねえ、あ、違うんだっけ、人体実験、そう、そうそう、地球のね調査のために宇宙人が内臓を持ってってんじゃないかって言われてるんですよ。なんでこのシャチじゃねえ、ホウジロザメの件については言われないのね、絶対おかしいでしょ、完全にそうでしょこれ。これもしシャチの仕業なんだったら、その地上のやつもなんかそういうやついるよ狼とかが、狼とかの中で空前のフォアグラブームだったみたいなやつあるだろうね。えなんでシャチの場合、シャチじゃないよ、サメの場合は言われないんだろうね。うん、サメの肝臓なんか持ってってもしょうがねえっていうことなのかな。いやー、でもなんかさ、この陰謀説ありそうな気がしない？だって肝臓だけがっておかしくない？いくらシャチが賢いからってさ、シャチが肝臓だけ食べるってある？だってもったいない。あ、まずいのか、そうかそうかそうか、そうだ、サメの肉ってまずいんだよね、アンモニア臭がすごいっていうもんね。でもさ、あの広島とかだっけな、ね、シャチ食べますよね、ワニって言ってね、刺身で食べるよね。あ、シャチじゃない、ごめん、サメをさ、ワニって言ってさ、食べるよね、刺身で。だから全然食べられると思うんだよね。そんなに、まあその、まあ言っちゃなんだけど、そのシャチくらいの味覚ではわっけんじゃないかなと思うけどね。ダメなのかな。あー、でもあれサメの種類によるのか、やっぱホウジロザメまずいのかな、アンモニア臭が強くて食べられたもんじゃないみたいなこと言うもんね。そういうこと。じゃあ内臓だけ、でもだからって肝臓だけってことないでしょ。そしたらなんかほらね、ハツとかさね、いろいろ、おい、引っかかってるね、食べるところあると思うんだけど、さあ、なんてね、シャチのグルメの話してたら、あと残すところ6匹でございますよね。どうですか、ほらラッシーさんいけるでしょ、ほらもう、はい、カウントダウン始めてください皆さん。はいはいはい、このね、あ、端っこまで、こいつ、こういうやつらはもうここまで来ると端っこまでね追い詰めたら、もうフグ絶対勝てるから、こう端っこまで行くじゃん。そしたらこうやってでかくなるんだよ。そうするとこいつらもう帰ってくるしかないんだよ、端っこまで行くとね、このゲームは。なので、おー、ちょっと、あ、うまいなこいつ、この鉄球うまく使った、でも結局帰ってくるほらあと2匹で、あと2匹、うわー、やばいすぐ調子乗った、これだもん、ベだもんね。よし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 、さあキングになったまま、ほらもう楽勝でしょ。もう2位との差を見てよ、10倍だからね、ラッシーさん10倍。ほらもうこの生態系のトップにラッシーさんもね、シャチと同じように君臨したわけですよ。もうこれからはラッシーさんもね、フォアグラだけを食べていきますえぐいから、えぐいから。さあ、あと1匹だよ。はい、来た、やったー、ほら50来たー、やった、ほら楽勝だったでしょ、2回目で50ねー、やりました。11分もかかったなー。まあでもこんなもんで、これはもうここでもう永遠にいけるよ、これここまで1位になったら200とか全然いけると思うねー。まあ次回、あれですね、もうちょっとなんていうのかな、時間をかけてもいい時があったらね、100キルとかね、やってみたいと思います。他のキャラクターで50キル目指すのも面白いよね。なかなか素材がたまんないからさ。というわけで、まあこんな感じでございますよ。ね、最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日はこの辺で、また見てね。バイバーイ。